デイビッド・デリック・シクアは、ソロモン諸島の政治家。2007年12月20日から2010年8月25日に、かけ、同国の第9代首相を務めた。ソロモン諸島自由党所属。趣味は読書、執筆、サッカー、クリケット、ラグビー、ハイキング、バードウォッチング、テレビを見ること、旅行、人に会うこと。ガダルカナル州北東部のガリタベティ村出身。 1974年から1978年までセルフィン専門学校に79年から81年までフィジーの南太平洋大学に1985年にオーストラリアのサザンクイーンズランド大学にそれぞれ在学し1992年にオーストラリアのモナシュ大学で修士課程を修了2002年にニュージーランドのワイカト大学で 博士課程を修了した。1982年から1984年までパワー中学校の教諭副校長を、1985年から1986年までワイマプル中学校の教諭副校長を務める。1986年から1987年まで教育人的主現象推進計画課主席。 1988年から1990年まで、同課課長。1993年に、同省中等学校課課長。1993年4月から1994年2月まで、同省時間保。1994年2月から1997年11月まで、同事務時間。1997年11月から1998年1月まで、森林。 環境保全省事務次官2003年5月から9月7日まで教育人的資源省事務次官2003年9月8日から2005年12月31日まで同事務次官をそれぞれ務めた2006年4月にガダルカナル北東選挙区から国会議員に当選同年5月4日にマナセイソガバレ内閣で教育人的資源省に抜擢されたしかし 首相の政治運営に対する与野党からの不満等が高まり、宿和自身も2007年11月に野党に合流。同年12月13日に宿和主導の元とそがわれ、内閣の不信任決議案が可決され、宿和は野党勢力から次期首相に押された。12月20日に国会で首相選挙が行われ、その結果32票を獲得し当選。 与党系候補のパターソンオティ議員は15票にとどまった。シクアは即日首相に任せられ12月21日から22日にかけ、組閣を行った。ありがとうございます。